阿ばらや新町駅は、岩手県八幡大市阿ばらや新町にある、東日本旅客鉄道花輪線の駅である。八幡大市の北部、足路地区の中心となる駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、列車交換可能な地上駅である。JR 花輪線内では、唯一二面三線である。また、転車台。 本線に通ずる側線もある。森岡方面から当駅終着、当駅始発の列車が設定されている。森岡駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。駅舎には、緑の窓口がある。かつては、簡易自動券売機があったが撤去され、乗車駅証明書発行機が設置されている。駅構内には、 旧森岡機関区はらや新町宿の線形機関庫及び転車台があり、当期、星を中心に現役で利用されている。また、記念看板も設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は42人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2008年3月までは JR バス東北に個本線。 2018年3月までは JR バススーパー UU 号も走っていた。ありがとうございます。